生労働省新型コロナワクチンコールセンターございます。あ、お忙しいところすいません。ちょっと教えてほしいんですけれども、はい。ワクチンの接種間隔が3ヶ月に縮まったということで、ちょっと教えてほしいんですが、はい。これは安全性については大丈夫なのかなと思いまして、いかがなんでしょうかね。3ヶ月にした時に接種間隔についての安全性ということでございます。そうです。安全性というと。点につきましても今確認されております。ということで承認を得ておりますのでですね、厚生労働省の方でもですね、3ヶ月の追加接種で中和抗体の上昇が認められたということで承認されておりますのでですね、また外国の、動向、によりますと、アメリカであれば最短もう2ヶ月以上ということで承認もされております。各、諸外国の動向も踏まえて、承認されている動向も踏まえて、日本でも3ヶ月以上ということで承認をされております。あ、なるほど。臨床試験はこれはされてるんでしょうか？そうですね。臨床試験でございますね。はい。少々お待ちいただいてよろしいでしょうか？はい、ちょっと一旦保留させていただきます。やはり日本ではですね、ちょっと臨床試験を行っていないんですけれども、外国で行われている結果を参考にいたしまして、安全性及び、免疫原性、免疫ができる、性能ですね、それが検討された上で、認可されているということでございます。あ、臨床試験やってるということですか？ありがとうございます。外国でですけども。確認ですけど、ファイザーで臨床試験やってます？ファイザーにつきましてが、臨床試験ですね。はい、18歳以上、55歳以下のものを対象にということで、資料がございますが。今回のワクチンでやってますか？今回のワクチンと言いますと、オミクロン株。そうですね、2価ワクチンで。2価ワクチンで、はい。あ、2価ワクチンで。はい。やってます？はい、オミクロン BA1 で行っておりますね。2価ワクチンでやってますか？はい。で、2価ワクチンと言いますと、今一緒になっているワクチンということでしょうか？従来型の株のワクチンと、そうですね。まあ、確認ですけど、はい、ファイザーが、今、日本で打ってる2価ワクチンで、3ヶ月間隔で臨床試験したっていうのはあるんですか？2価ワクチンではないですね。すいません。今、確認しましたらそうですね。2価ワクチンではないですね。BA1 と従来型のワクチンをそれぞれ接種したと。同じ方にそれぞれ接種したということでございますね。僕が知りたいのはですね、今日本で、はい、皆さんが打つ2価ワクチン、はい、これを臨床試験してるのかという質問なんですけれども。ではないですね、はい。あ、ちょっと説明してもらっていいですか？何を、じゃあ、さっき試験されてるとおっしゃったのが、何の試験をされたんですかね。はい、2価のワクチンの臨床のワクチン、いわゆるオミクロン株の BA1 のワクチンを用いた、臨床試験で、初回接種におきまして従来株、いわゆる起源株と呼ばれるものを2回接種した後に1回目の追加接種として起源株ワクチンをプラス、オミクロン株のワクチン BA1 ですね、これを追加ワクチンとして、1個ずつ接種したということですね。分けて接種したということです。で、2価になっているものを1回で接種したということではないわけなんですね。そうすると日本でやってると全く違いますよね。そうですね。ですよね。そうです。ということですよね。という資料は、今手元にございます。もう一回、質問しますけど、はい。はい。今回の2価ワクチン、
3ヶ月間隔でやって大丈夫なのかなということで質問したんですが、はい、臨床試験はやってない、ファイザー。2価ワクチンとして行ってない、まあ実際行ってないということですね。なので、安全性大丈夫かなと思ってお電話してるんですけど、やはり大丈実夫際というお認め話。ているということでございますので、それ以上のことはちょっとこちらでは申し上げることはできないんですね。認証されている以上はですね。すみません、ちょっと説明が適当すぎません？思いません？申し訳ないんですけど、申し訳だっないけど。て、僕調べてたから、今、ここまでお話できたけど、臨床試験やってますって、あなたはおっしゃいましたよね。答えは何ですか？やってないが答えですよね。申し訳ございません。2価ワクチンとして行っているかどうかについては、ちょっと私がの、まあ、説明が、行き届いておりませんでした。失礼いたしました。ですよね。ご知識ない方が聞いたら、臨床試験やってると思って安心して終わっちゃうんですよ、このお電話でね。申し訳ごで、ざいま安全せん。性が不安だから私もお電話してるんですけれども、はい、ちゃんとそのあたり、資料見ながら全然変えませんけど、間違いのないようにお伝えした方がよろしいかと思いますよ。申し訳ございません。はい。で、結論としては、ファイザー、3ヶ月間隔で2価ワクチンやってませんよね。そうですよね。で、不安なんですけれども、この間隔短くして、臨床試験、治験やってないのを、それでもあなたは大丈夫とおっしゃるということですね。私の個人ではなくて、ええ。政府として、政府といいますか、厚生労働省の認可として、安全ということで認められておりますので、それ以上のことは申し上げられないということです。今、何件あるんでしたっけ？これまでのワクチンで。